天宮くん復帰とゲストに本間ひまわりくんを迎えてのゲームルゲームル。ゲームはスーパーバニーマン、生き残るのは誰だ。さあ行ってみよう。なんでだよ。嬉しい。レオさん身長ちっちゃくなってきた。あれ久しぶりじゃん。久しぶりだね。実はね、あの一族の里がヤバくて、まあ掟があるから、まあ、最後まで聞いてあげよう。言えないんだけど、うん、家庭の事情で親戚家に行ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっと帰ってこれたかなみたいな。まあ、久しぶり3人揃ったゲームルゲームル。はい、おかえり。ただいま。おかえり。というわけでモノホンの3乙女が揃ったので、私は今まで通りナレーションブースから好き勝手やらせてもらいますよ。ゲスト呼ぶよ。いやもう準備してるやん。早めの拍手。早めの拍手してるやん。じゃあ来てもらいましょう。今日のゲストはこちら。ございますが、あ、告知があるので告知させてもらいます。実は8月20日20時から新章披露目 3D があります。みんな見てね。ありがとう。告知も手早い。ほなね。なんでやらねえわけ。告知だけして帰ろうとすな。そういう番組じゃないから。そうだよ、なんか。ゲストは本間ひまわりくん。せっかくだからゆっくり遊んでってちょうだいな。何でもかかってこーい。ゲストに毎回 MC を決めていただいてるんですけど。あ、そういう感じなんだ。何も聞いてなかった。どうしようかな。ちなみに、この真ん中の方はずっとなんか里に帰っていて。あ、さっき言ってたよね。そう、なんか全然 MC をやってなかったので久しぶりにやった方が、まあ、思い出せるんじゃないかなと思うんですけど。なんか今日ずっと反省してた人が。あ、そうですね。もう確かになんか今日すごい反省してた人が大近くかまして、今日は MC やりますって第一声でスタジオ入ってきた方がいるんですけど。誰かが、ね、やりたそう、やりたそうな顔してる。MC を遅刻のペナルティーと捉えているのがそもそもやばいんですが、ともかく本間くんはどっちを選ぶのかな。ノレさんが久しぶりということで、あ、次でいいよ。次でいいよ。いやいやいや、次でいいよ。次でいいよっていうのはこっちのセリフだから自分で言うな。確かに久しぶりということでね、今日はアミアミアに お願いしたいと思います。今回の MC は久しぶりの天宮くん。私の MC を見てちっとは勉強したかな。よろしく頼むぞ。最初のコーナーは今日のウグブ。え、ちょっとマオの真似した。あーあーね、じゃあね、ラグバー。え、僕もうちょっと覇気あるけど。今日のラグバーとは、ガチャを回してその日のおやつ、つまりログインボーナスを決めるコーナーです。ではゲストのひまちゃんにこれをしてもらおうかな。スーパーレア出してくれ。これかな。頼む。何が一番いいんだっけ。スーパーレア。スーパーレア。スーパーレア。いくよ、スーパーレア。ほならば、いくぞ。えいや、うしょうが。お、テレ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 。絶対にスーパーレア、絶対にスーパーレア。その前に、あ、いや。今日のやつは、じゃん。なんだ？ひまわり。ひまわりの種か。うちらのことハムスターとなんかと勘違いしてない？量がやばいってこれ。じゃあひまちゃん。行ってみる。ちょ、行っちゃってくださいよ。いただくわよ。あ、あれだ、種だ、これは本物の種だ。味も、味は無味無臭だ。これは食べるか。え、おいしい、おいしい。ピーナッツ食べてる。ナッツ、ナッツ、本当に。だから
こっちはお腹空いてんだよ。このためにお腹空かせてきた。そうだよ、朝から食ってねえんだよこっちは。なんかそう言われたら確かに唐揚げ食べたくなってきたな。まあ、とりあえずね、このまま次のコーナーに行ってみましょう。次のコーナーはライボーマルチファイル。というわけで本間くんのマル秘ファイルはこちら。気になるマネージャーさんからのタレコミは、みんなお楽しみマネージャーメモというのがあります。普段明るく元気で太陽みたいな存在の本間さんですが、担当までになって初めて挨拶した時に神妙な面持ちで、〇〇さんコラボしませんかと言われたことを今でも覚えています。丸々さんはマネージャーのことってこと？めっちゃ声良くて、誰だ、でもめっちゃいい声だな、コラボしませんかってなんか口から出た気がする。初手ナンパ、初手ナンパした気がする。まったく無茶ばっかり言ってマネージャー困らせてないで、私みたいに普段から感謝を伝えないとですよ。マネー君いつもありがとう。ちょっとみんな頭見て、うわ耳が揺れてる、揺れてる。はい、というわけでここからゲストのひまちゃんと一緒にゲームで遊んでいきたいと思います。今回遊ぶゲームはスーパーバニーマンです。うわー、知ってる、あのゲームだから。ウサギ、皆さんも一度は見たことありますよね。そう、謎のウサギ男が四つん這いで飛び跳ねててんやわんやのあのゲームでございます。早期アクセス版の配信開始から6年、今年5月に晴れて正式リリースされたのです。さあ最初はこちら、チーム対抗スーパーバニーマンレース。イエーイ、チーム対抗か。おい、熟練者の近くにいるんじゃねえよ。しれっと、しれっと様子だったな。なんかもう決められてたな、もうなんか。ひまちゃんといえばアニャニャ。あ、そう。そうだね、そうだね。思い出した、そうだった。ひまアニャがね、世界に名を轟かす時が来たということで。だからここか。はい、こっちもあれだけど、でも扱い魔王って言ったらユルミレなのね。ノーコメントですいません。ヒマアミヤかレナマオか、どっちがやべえかはっきりさせようじゃありませんか。対戦のルールはシンプル、ストーリーモードで同時にスタートし先にゴールした方がポイントゲット、2本先取したチームが勝利です。さらに勝敗とは別にご褒美要素も用意されてるらしいぞ。コース中にある人参を、獲得してゴールできたチームにはご褒美がね、あるそうです。ご褒美になる。お、ご褒美見せてくれるそうです。何こちらに見せて。かわいい、うわかわいい、かわいい、うさぎだ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 よ。すごい、ご褒美うさぎマカロンです。わーかわいい、いっぱいある。人参を持ってゴールしないと食べれないからね。あ、大事なのは人参なんだね。人参持ってね、ゴールね、ゴールできないと人参持ってても食べるから。でも負けたチームは不思議な魔法でエンディングに姿を変えられてしまうらしい。え、魔法、魔法、え、どういう、あれ、え、魔法だ、何にも伝わってこない。エンディングで恐ろしいことが起こる予感。これは負けるわけにはいきません。1回戦行ってみましょう。それじゃあ行くぞ、せーの、ゴー。あ、どっちだこれ。あ、こ、アミアミアが黄色か。アミアミア黄だ、黄色、黄色。おい、あ、人参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 、力がみなぎってきた。いいよ、あれ、この左上人参あった。そうだよね、そうだね。でも、むずくない？なんか、いや、これは協力するか。協力しよう。いいよ、じゃあ、ね、掴んで。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと、誰？あ、いいよ、いや、待った、待った、勢いだ、勢いだ、
のチームゴールしてない、ま、え、ゴールしてないまだ。いやそんなことないよ。え、2個ぐらい終わったよね。終わった終わった。いや嘘だな。え、両方ゴールしないとクリアじゃないよ、ちなみに。そうだよ、あ、そうだそうだ、面白いじゃんこのゲーム。一人じゃダメなんだよ。ねえ、ねえ、ペイちゃん、いける？ペイちゃん、大丈夫か？待ってよ。人参の…チームの勝利。人参も取ったのでマカロン1個ずつゲットです。行きますか。行こう。はい、せーの、ワッキー。まあ行くか、行くかって言ったから丸押しちゃった。大丈夫、食べればいい。ほぼ一緒でしょ。人参さえ、人参が、あー待ってるんだ、知らない。待って、アメリアデバッグしてる、デバッグ。知らんとこ、知らんとこ来た。あれかな、いやーやばい。まずい、まずい、まずい。ここむずいわ、ここむずいな。こだわる両チーム、バネとトゲに阻まれて尊い命が犠牲になります。しかしここでついに、あ、つかめたつかめた、オッケーオッケー、よし、ここで来たよ。やばいやばい、来い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 、やばい。ちょっと来い来い、行けてないやつ、行けてよ、行けてよ。いや、怖え、ガジつかむ、ガジつかむ、ガジつかむ、うますぎる、うますぎる。え、終わりました。というわけでマカロンゲット。やーい、でもうちらの見てください、この死体を。頑張ったんですよ。頑張ったよな。ちょっと口とんがってる、口とんがってるし、なんかね今日この後ずっと機嫌悪くてもいいな。困るしな、それは。うちらは勝ちだけど、ああ、マカロン2個あげる？そうだね、やっぱりなんかいいの？マカロンはみんなで食べましょう。イエーイ。というわけで平和に4人で分けっこ。てかこれ全部で6つあるけど、残りは私の分だよね。ね、スタッフが美味しくいただいた。あっさ。それはそうと、負けたレナマオチームはエンディングで魔法がかけられます。どんな姿になるかお楽しみに。ゲームゲーム、ワンニュー。皆さんこんばんは。ゲーム好きのゲーム好きによるゲーム好きのためのニュース番組、ニュースアミヤのお時間です。この番組では最新ゲーム情報から二次三次ライバーのゲーム配信トピックまで幅広くお届けするニュース番組となっております。本日はコメンテーターに夏といえばこの人ということで、本間ひまわりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はつい先日大盛り上がりを見せた二次三次甲子園からの話題です。二次三次甲子園といえば、本間さんは聖アザラシ学院高校にドラフト2位で指名されました。すごい活躍でしたね。
やはり投手としてチームを引っ張ろうと気合がもうもりもり入りましたね。あらあら、やはり14回の裏ですかね。14回の裏ではもうホームランが75本、75出たということで、もう投手もできてホームランも打てる、まあこれはさすがに二刀流、すっごいプレーでしたね。はい、そうなるといいですねそうなると、さて、西三地甲子園は全高校入り乱れてのエキシビジョンが開催されます。8月19日土曜日19時から配信開始です。お見逃しなく。パワフルプロ野球は栄冠ナイン以外にもやりごたえのあるモードが盛りだくさん。西三地甲子園を見て興味を持った人もぜひプレイしてみてくださいね。以上、ニュースアミアをお送りいたしました。それでは皆さん、良い夜を。夜を。ヘルエスタ応援して。さあ、ここからは4人で一緒にパーティーモードで遊んでいきたいと思います。まずバスケットボールで遊んでみましょう。こちらはチーム戦となりますので、赤青どちらかのチームを選んで分かれてください。おお、なるほど。夜にピンク、黄色がしたい。では緑、紫。リベンジマッチじゃないの、どうだ、悔しくないのかって。リベンジじゃないな、じゃあいくぞ。よい、スタート。おげー、いこうだ。じゃあ私はピンクだから赤いボール入れるな。何は緑。あ、やばい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 、なんか、なんかまずい、まずい。青チームはまずい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 。え、なんか私、青チームは、あー、危ない危ない危ない。青チームは、やばいやばい、青チームは青に入れるらしい。
強い。あ、ピンクでも死んだ。なんか死んだよ。ほら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 、ケンだ、ケンだ、こっち近づいてくんだ。くるぶつかった。なんか熟知してるな、生き方を。おい、くんな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 、最強見つけた。やばいやばい、落ちる。最強の居場所。なんかいるな、いるな、いるな。でもその玉下敷きになるんじゃない。話しよう。危ない。黄色あと5しかないぞ。よし、黄色でね。あれ、ピンク、黄色くれるか。なんでや、ピンクあと4もある。いや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 、ピンクだよ。違うの考えてたんだけど、今の見て、おい、ちょっと変わったわ。悪影響、悪影響です、悪影響。では発表します。ゲームルゲームル仲良く旋回賞です。よく泳ぐんだよ、赤い。ちょっとなんかあわわしちゃって、だから仲良く旋回実績。旋回旋回。やっぱりゲームルにはちびっこ3人組がお似合いですね。来週からもこれまで通り仲良く楽しく遊んでいきますよ。せーの、ゲームにじゃんけん、じゃんけん、はい。勝った人はスイカ、負けた人はかき氷。みんな夏バテには注意しろよ。